オマール海老のミキです。これはこれは、私にも伝説のシェフに料理を振る舞っていただける日が来るとは。伝説？ただお客様に食べさせるのが好きなだけですよ。それでお話というのは？粟島さんはレストラン K に出資をされていますよね。ええ、まあ。いや、大変興味深い話を耳にしましてね。こちらです。これは私が書いたものだ。なぜこんなものを？あなたが。いやだな、そんなに警戒しないでいただきたい。私はただレストラン経営の未来を案じているだけです。何が言いたいんです？朝倉海はもうシェフではいられない。